高瀬美雪は、日本の女優、YouTuber ーー、ニコナマ種、女子プロレスラー。自称、女優 YouTuber ーーの女 YouTuber ーーと名乗っている。役者を志し上京。東京で、舞台、映像を中心に活動。2013年2月に、オーディションに合格し、香川へ移住。か、川原平紅白キャラバン隊、平野清盛役を2年間務め上げた。 2015年3月に総合プロデューステイクワンを対処するとともに活動拠点を東京に移す。8月11日、合同会社ハルベリーオフィス所属となる。2016年4月、女優としてやりたい夢があるとフリーになり、YouTube 活動、生放送を開始。その際女優であり YouTuber であることから、独自の職業、女 YouTuber、女 YouTuber と読むを名乗る。 2016年10月からアクトレスガールズの練習に参加。2017年1月15日、わずか3ヶ月で新規バファーストリングでのチェリー戦でプロレスラーとしてデビューを果たした。2月、2戦目で早くも提供試合。同じビギニング所属の万疑夏美と対戦する。3戦目秋はしおりと対戦。技や動きは未熟なものの、 新人離れした気迫と感督が目立った。威圧されジレッタ・アキバが首を折るほどの逆エビで無理やり勝利をもぎ取るほど。3月には異例の速さで黄金世代のプロレスラーである堀田由美子と対戦する。この時がむしゃらに出したジャンプして大きく振りかぶってのヘッドバットが堀田にダメージを与えるほど威力があったことから、この試合以降このヘッドバットを使用するようになる。 3月8日、JWP 浅草大会でた団体初参戦。藤ヶ崎忠子に、どこに目つけてんねん。アクトレスガールズは、万な夏美と安納沙織だけですかここにもめっちゃ可愛い選手いるんですけどと挑戦状を叩きつけ、3月20日、板橋大会で、シングルマッチで対戦、敗北した。やこいわく、あんた、全すっぴん見たけど、全然顔違うよとのこと。 5月4日、ホッタ自主工業では、下田美馬と対戦。21日、大立大会では日浅見、西里麻美関口隆子組と対戦。圧倒的なパワーを見せつけるも、パートナーの井原氏が日里に3カウントを奪われる。28日に行われた、アクト20で、本間隊と戦う。白熱した戦いの末落ちる寸前で、ギブアップするも、 その日会場に来ていた多くの人がベストバウトとして二人の試合を高く評価。新人の高瀬の名も多くの人が知ることになる。さらにこの試合で関節を決めに来る相手を持ち上げ、さらに回して叩きつけるという技、GGDM を披露。現在プロレース界では高瀬のみが使う。6月2日、ドリーム女子プロレス花屋敷座大会にて和ずと対戦。対戦後に、 ルックスや力強いファイト、根性を買われて、和ずより、タッグパートナーとしてオファーされるが、心に決めた人がいると断る。6月4日、プロレスリングウェーブ後楽園、ホール大会にて夏すみれ、飯田美香と対戦。デビュー半年も経たない新人だが、夏すみれから8月に行われる、ウェーブ10周年記念工業のワイシャツマッチのオファーを、受けだく。 6月15日のビギニング大会で同団体の2年先輩である角田尚に圧勝。あなたの2年はこんなものですか私は知っています。尚さんがもっとできる人だということを解決令を飛ばし、デビュー5ヶ月とは思えない存在感を放ち出す。6月28日発売の週刊朝日芸能の女子プロレスセクシー総選挙で8位を獲得。 7月14日、ピュア J、元 JWP。当時は、ドリーム女子プロレスとビギニングの合同タッグトーナメントでトレオンと組み、レッドソウルとして、シード枠クで出場。カズキとライディンコーのタッグチーム、ウォンテッドに敗れる。7月12日、大田区体育館にて行われた、プロレスリングウェーブの10周年興行に参戦。ワイシャツマッチにて、下田美馬から3カウントを奪う。 9月2日、堀田由美子主催の暴走工業プレミアムにて、渡辺智子、伊藤薫と対戦。圧倒的な力の差でも諦めない姿勢や、向かっていく勢いに好感を持たれる。同じ団体のエース万なつみにも劣らない、打点の高いドロップキックなどを繰り出し、成長を見せる。10月3日、プロレスリングウェーブ主催のヤング王、王にて、マーベラスの、 田中美希との対戦が話題を呼んだ。コミカルに攻めてくる田中に対し全力で迎え移ったカセこの試合をウェーブの大家由美が高く評価。大阪出身ということで代表の神にも気に入られ、これ以降ウェーブのリングに準レギュラーとして上がり始める。12月24日、所属団体の安納沙織が持つポップ選手権のベルトに挑戦。惜しくも敗北する。 2018年1月31日発売の週刊プロレスにて2018年の一押し選手に選ばれる。2月12日ウェーブ後楽園ホール大会にてキャッチザウェーブへプロデューサー推薦枠にて出場。6月11日、葉月稲と対戦後プロレスと向かい合う姿勢に苦言を呈し、騒動に。葉月稲にはマスク封印を言い渡した。 9月25日に開幕するビギニング初の王者決定戦アクトレスガールズシングルチャンピオン決定トーナメントに出場。1回戦はサクラン・ボニータを撃破。10月9日の2回戦では格上の祭りにトルネード・エビスで勝利。2021年6月1日より開幕したプロレスリングウェーブ主催のキャッチ・ザ・ウェーブ2021にポテンシャルブロックで出場し。 ブロック1位となる。準決勝でガトリングブロック1位の野崎なぎいさに勝利、決勝でコンプライアンスブロック1位の門倉凛を下し3回目の出場にして初優勝を遂げる。中学ではバレーボールに打ち込んだ。体力テストでは学年1番、成績は学年3位以内に入る最初区ビップリ。とても活発で明るい女の子だった。高校は 学区内一番の進学校へ進学。にもかかわらず、役者になるため大学入試センター試験すら受けず、上京するなど、一般常識や世論よりも、自分のやりたいことを貫く人物。しかし、高校は、親が頑張って稼いでくれたお金だからと、きっちり卒業をする親高校な一面も、現在は女 YouTuber を名乗り、YouTuber。 ニコニコ生配信の活動も行う。プロレスにおいてはファンベールをはためかせきらびやかに入場する。華やかな入場がお客さんはもちろん選手の間でも人気となっている。ありがとうございます。